はい、こんにちは、ただしげチャンネルです。今日のぶらり旅、インド料理インドカレーのダルカンに来ております。ランチで、2つカレー、バターチキンカレーとエビマッシュルームを頼みました。はい、今日はバターチキンとエビマッシュ、なんかめちゃくちゃうまいよ。で、だって海外生活を過ごしたことなくて、でもこれでさ、ラッシーです。ラッシー、ありがとう。ラッシー、こないだ無印で買ってんけど、牛乳溶かして飲むやつ、ヨーグルト味ある、あるよ。無印、今いっぱいいるの。冷凍のキンパも売ってる。そんな話できないんだけど、ほんま、うん、これでもラッシーあるんやったら中辛に挑戦してもいいな。あ、甘いか、うん、ラッシーうまいで、飲んでみ。美味しい美味しい。ヨーグルト味。何やこれ。子供の頃に飲んでるそうな。そうそう。スポロンみたいな。スポロン。スポロンの濃いやつ。ヨーグルトとか。そうそう。これはいいですよ。間違いなく美味しいよここ。うん、うまいね。やっぱもうインドカレーがいいよ、スパイスカレー。俺はそっちが好きだよ。うん、ちょっと何、2枚ぐらい行こう。2枚目頼んで2人半分して、もう足らなかったらもう1枚行こうか。いける？もう一枚。もう座って、なんてこれ、ものの1分ぐらいだったら終わり。どんなペース？めっちゃ早い。まあ、バターチキンもよくあるんだけど、このエビマッシュ。多分な、これ、魚介の味が出てるプラス、マッシュルームの、多分うまみ？液か、それかちょっとマッシュルームを細かくして煮てるか、うん、めちゃクリーミー、うん、クリーミー、どっちもクリーミー、どっちかって言ったら、キノコシチューに近い、うん、ペロッといける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 、店員がめっちゃええ声やわ、うん、店内はこんな感じ。なんでなんだけに言うてや。何、100枚ぐらい食べれるんちゃう。なんだけ、なんでや。あんまり多くない。